約束は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第10シリーズ第1話。脚本は、スティーブン・モファットが執筆し、2017年4月15日に BBC1 で初放送された。約束は、パール・マッキーの初出演やシリーズのソフトリブートが称賛された。本作からは、第9シリーズで離脱したクララ・オズワルドの代わりにビル・ポッツが、 コンパニオンとして加わる。セントルーク大学の食堂に勤務するビルは調考した、講義を受け負っている12代目ドクターに目をつけられ、彼によるマンツーマンの指導を受けることになる。一方で、彼女のガールフレンドであるヘザーは、大学校内に出現した水たまりに引きずり込まれ、水のような液体で構築された肉体を手に入れる。ヘザーはビルを置いていかないという約束を守るために、 液体となった体でビルを追跡し、ビルはドクターとナードルに助けを求める。フレンド・フロム・ザ・フューチャーというタイトルで2016年4月23日に2分間のビデオが公開された。このビデオではドクターとビルがダーレクから逃げて隠れる様子が描写されている。当初ビルはダーレクの風貌や言動を面白がっていたところをドクターにたしなめられるが、 最後に、彼らの背後に、ダーレックが迫っているところでビデオは終わる。ドクターは妻リバーソングと、孫娘スーザン・フォアマンの写真を額に入れて卓上に置いている。また、机には、クラシックシリーズと新シリーズのソニックスクリュードライバーが置かれている。ヘザーに追われたターディスが到着した戦場は、4代目ドクターのデスティニー・オブ・ザ・ダーレックスで初めて研究された。 モベラン人とダーレクの戦争が展開されている。ドクターは旅の終わりでドナノーブルの記憶を消した時のようにビルの記憶を消そうとする。記憶を消す際にドクターがどう感じるのかについてビルがとウシーンでは第9シリーズのフィナーレ時空の果てででの出来事を反映しクララのテーマ曲が流れている。約束の台本の読み合わせは 次話、スマイルと共に2016年6月14日に行われた。これらエピソードの撮影は2016年6月20日に始まり、7月28日に完了した。元々のタイトルは、エースター・イン・ハー・アイが予定されていたが、放送以前の2017年5月にザ・パイロットに変更されたことが明かされた。 このタイトルには新しいシリーズでリブートしたという意味が込められている。本作はビル・ポッツ役のパール・マッキーが初めて出演するエピソードである。また、ビルの里親である、モリス役のジェニファー・ヘネシーは、ドクター・フー第3シリーズ、大渋滞でバレリー役を演じていた本作は、リアルタイム視聴者数464万人を記録した。オールラウンド2・ミセス・ブラウンズと、 ブリテンズ・ゴット・タレントに次いで3番目の記録を残した。タイムシフト視聴者を加算すると視聴者数は668万人に、上り、アプリシエーション・インデックスは83となった。日本では放送されていないが、第9シリーズとの間のクリスマススペシャル、リバー・ソングの夫と、帰ってきたドクター・ミステリオの配信開始から1週間後の2018年3月31日、フールーで、 第10シリーズの独占配信が開始された。約束は、テレビでの放送後、アメリカ合衆国で2017年4月17日と19日に、映画館で上映された。約束の上映の後は、スピンオフシリーズ、クラス、クラスの第1話、命がけのプロムと、パールマッキーの舞台裏映像、そしてシリーズを通しての彼女の旅の様子が、上映された。 オーストラリアでは2017年4月16日にボーナス映像ビカミングザ・コンパニオンと共に上映された。約束は肯定的なレビューを受けた。多くの批評家はパール・マッキーの導入を称賛するとともに本作を新シーズンの第一話として評価するだけでなくエピソードの構造がシリーズのリブートを可能にした点を指摘した。ザ・ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作に B 評価をつけ、ビルを新コンパニオンとしてしっかりと導入していて、パール・マッキーはこれまでのどの新シリーズのコンパニオンとも明確に違うエネルギーをもたらしていると綴った。彼は前シリーズが非常に強力であったと指摘し、本作は本当の楽しみが始まる前の軽いが必要なテーブルセットだと楽観的に考える必要があると述べてレビューを締めくくった。 エンターテインメントウィークリーのニベアセラノは本作に A マイナスの評価を与えた。セラノは12代目ドクターが以前のシリーズであまりにも暗すぎて楽しくないドクターになっていたと指摘し、本作が番組とドクターのいずれにとっても新鮮な始まりになると評価した。ゲームズレーダーの増意でラハンティライトはビルの導入が急だったとし、 本作のエイリアンも期待に届くまであと一歩だったとした。しかしライトは本作が第10シリーズのための十分な基礎を築いた賞賛し、ビルのキャラクター性も高く評価した。TB ファナティックスのキャサリン・ビーデルはパール・マッキーを素晴らしいと評価し、エピソードのテンポやナードルのコメディ描写及びエイリアンも賞賛した。また彼女はドクターが死亡したビルの母親の写真を撮る。 ために過去へ遡った場面の情緒的な響きも絶賛した。インディワイヤーのハングエンは本作を B と評価し、ビルポッツの初登場に対しても親しみやすく心地よいものだったと語った。イグンのスコット・コリューラは本作に8点3点をつけ、平和的で楽しい導入であると表現し、スタンダードなドクター風のチェックポイントを打っているとした。また、彼は、 エピソード全体について、ドクターのための軽くても、楽しい小旅行であると評価し、ビルのキャラクター性をひどく気に入った。ニューヨークマガジンのロス・ルーディガーは星4つを与え、これまでのコンパニオンと比較して、ペースが素晴らしく変わったとビルを評価し、またエピソードに残された謎を称賛した。エピソードの放送前にラジオタイムズ誌のパトリック・マルケーンは、肯定的なレビューをしており、 パール・マッキーについて、即座に駆け出しコンパニオンのビルとして勝利していると述べ、ナードルについても、漫才、ヘリクツ、規制といったコメディ描写を称賛し、エピソード全体を完璧なリブートだと称えたまた、彼は放送後にも肯定的なレビューをし、ビルとヘザーのレム愛が、エピソードの筋書きにどれほど沿っていたかを語った。ザ・テレグラフのベンドーレンスは、ビルの人間性と、 温かさはマッキーから与えられたものであるとし、12代目ドクターとの相性の良さを指摘した。彼はすべてのボタンを押しはしなかったとしたものの星4つを与え、全体を通して良い評価を与えた。同じく、ザ・テレグラフのキャサリンギーは否定よりのレビューをしており、重々しく不格好な導入だったと述べ、薄っぺらいストーリー、ダサい特殊効果、未発達な敵に失望させられたとした。 D は、パール・マッキーが良い仕事をしたと認めた一方、テレビでの実績がほとんどないことを考慮に入れつつも、ジェナル・イーズ・コールマンのようなカリスマ性がないと指摘した。D は、ビルのキャラクター性が、ごちゃごちゃしていると感じたが、背景が、中流階級でないキャラクターを登場させたことについて、称賛した。なお、彼女は、マレーゴールドのスコアを批判した。 オブギークのサイモンブリューも肯定的なレビューをしており、これまでの新シーズン第一話ほどエネルギッシュではないにもかかわらず、ユーモアとマッキーの演技が良かったと称賛した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーも主に肯定的なレビューをし、本作が新規視聴者にも楽しめるソフトリブートであると考えた。ジェフェリーはマッキーが即座に興味を引いたとし、12代目ドクターとの相性を 褒めた。また彼はビジュアルと張りのある演出を称賛した。しかし一方で彼はエピソードが最後の10分で方向性を失ったと感じ、ナードルも余計な存在という印象を受けた。ありがとうございます。